久保さん、ムツゴロウさん亡くなったみたいですね。なんか、みんな昔知ってる人たちがどんどん亡くなっていきますけども。なんか、ムツゴロウさんって、いろんな動物にこう接してね、すごい動物と対話できるみたいな、神様みたいなあが,あがめられてると,ところがあったと思うんですけども。ムツゴロウさんね、ライオンに噛まれたことがあるらしいんですよ。その神でも噛まれるっていうね。動物と対話できる人でもライオンに噛まれるっていう。これどういうことでしょうかどういうことなんでしょうね。<laughs> ここに、えー、事実がいろいろな事実がいろんな受け取り方ができるんじゃないかなと思います。いってらっしゃい。